えー、いつも拝見してます。もともと適応障害で治療中でしたが昨年1月にコロナに感染し後遺,症と後遺症で不眠と抑うつが悪化し現在も精神科で治療中です。コロナ後遺症とうつ、えー、病の症状が似ていてどちらに悩んでいるのか分からなくなります。治療に違いもあるのでしょうか、えー、精神科後遺症外来どちらも通う方が良いのでしょうかということですね。 あのコロナ後遺症のうつっていうものがうつ症状っていうのが、まあ、あるってことは知られていますね、うん、だからなんかこう、えー、全身の炎症反応の影響でその脳にまあダメージというかがあって、まあ、うつっぽくなるっていうことはまあ,あるんだと思いますね他にもですね体の病気の後にちょっとうつっぽくなる人っていいますどちらも通う方がいいのかどうかっていうのは あの、わからないですね。その病院のスタイルによると思うので、わかんないですね。もう全部精神科で見ますよってところもあれば、あの、後遺症外来で、あの、まとめて見,見させてくださいとかもあると思うので、まあそこは病院の先生に聞くのがいいんじゃないかなと思いますね。もしかしたら別の施設かもしれないですけどね。この質問をされてる方は。はい。で、治療法については違いは、 あのまあ、適応症、まあ、どうなのかな、違いはあるんでしょうか、これはまだよく分かってないですね。基本的にはコ,コロナ後遺症のうつに対しても、まあ、抗うつ薬とかを使いながら休養とかを進めていくとてことになるのかなと思いますね、えーまああの試行。試行錯誤であると思いますけど、はいという感じです。えー、まあ 難しいケース、難しいというか、まあ、そういうですね、えー、身体疾患からくるうつっていうのも結構ありますね。はい